はい、ハノイリビングの田口です。今私がね、いますのはオークウッドレジデンス。太古東岸にありますオークウッドレジデンスですね。人気の太古東岸エリアですね、にあります。はい、ここね、もう最近今、コロナではあるんですけどもね、もう着実に日本人の方を中心に外国人のチェックインがね、ずっと続いてましてね。はい、で、まあ、ここに、まあ、ご契約いただく予定の私どものお客様がいるんですけど、買い物はっていうと、やっぱこの中にはそんなにコンビニとかそういったスーパーマーケットないんですよ、ね、でここから行くとすれば、フレーザースイートのシレーナショッピングセンターなんですよね。じゃあ歩いていけますかっておっしゃるので、まあ、歩いていけますよということなんですけど、まあ、実際私が歩いてみます。はい、どんな感じかね、今からもう切らずに歩きますね。はい、入り口はね、ここなんですけども、もう一つ向こうにも正門があるんですが、まだ正門がね、ちょっと開通してないんで、こちらからになると思います。どっちにしても一緒ですけどもね。はい、じゃあここ歩いてきて、じゃあもう切らずにこのまま行きますね。はい、フレーザースイートのシリアナショッピングセンターまで歩いていきます。はい、まあこの太古の東岸エリア、他にね、いろんなアパートがありますね。はい、ダイヤモンドウエストレイクであったり、隣の、サマセットウエストポイントであったり、はい、であとちょっと離れてハノイクラブとかね、はい、いろいろあるんですけども、やっぱりね、買い物する場所はっていうと、まとまったものを買うっていうのはやっぱりね、フレーザースイートの中にあるシレーナショッピングセンターなんですよね。まあ、ここが一番品数が充実しているって言いますかね。はい、で中にはね、もうビンマートで、ビンマートっていうと、まあなんていうか、なんか普通のベトナムのコンビニみたいなイメージを持つ方がいるんですけど、いやいや、このシレーナショッピングセンターの中に入っているビンマートっていうのはかなり、はい、充実してます。はい、まあフレーザーの中でね、もうかれこれ何年、10年以上ずっとこうやってきたわけですから、まあ当然品数であったりね、はい、日本人がやっぱ6割ぐらい入っているフレーザーなので、まあお惣菜コーナーがね、お寿司のお惣菜コーナー作ったりとか、まあ歴代いろんなことを手をし返しなおかやってきて生きてきているっていうね、そういうビンマートですから、まあ雑貨系はもちろんのこと、食材、はい、でまあ果物とか野菜とかね、かなり充実、はい、してます。はい、なんでまあ私が見て限り、ビンマートで一番充実度の高いハノイ市内のビンマートって、多分間違いなくこのシレナショッピングセンターの中に入っているビンマートじゃないかなと思います。はい、今ちょっとベラベラ歩いてね、喋りながら歩いてきて、この通りまで来ました。ここ曲がるんですよね。はい、ここまで、今まではまあそんなに車通りではないんですけど、ここからちょっと車が、はい、行き来します。どうでしょうね、お子様手を引いて、まあ歩いてどうかっていう目線でちょっと見てください。はい、こんな風にね、車道だけなんですよね。まあ歩道っちや、こっちが歩道かな、だけどまあこの道見たら分かるように、ちょっとガタガタしてるんですよね。なんでまあベビーカーをこう押しながらどうでしょうっていう方は、このガタガタがちょっとどうかなと、どうしても車道の中に入っていかないとダメなんですけども、まあでもこれぐらいの車通りなんですよね。はい、これがどうかかなっていう感じなんですけど、はい、まあ、ちょっと歩いていきますね。はい、でそのシレーナショッピングセンターの中には、まあかなりの充実度の高いビンマートと、あとね、まあ僕よく言うんですけど、成城石井、日本でいう成城石井のような専門店スーパーがあるんですよね。それがアナムグルメマーケットって言って、これもまたね、まあ品数がちょっと独特というか、はい、世界中のワイン、世界中のビール、はい、いろんなものがあって、ね、無農薬野菜とかオーガニックの食材なんかもダラットから、ね、定期的に届いて、そこに行くとそういうオーガニック系のものが、ね、はい、手に入るんですよね。まあ、そこ以外でもこの太古の東岸エリアっていうのは、そういう、ね、お店が結構、ね、固まってるんで、まあ、金馬エリアからね、他のエリアから、まあ、タクシー飛ばして、車用車を飛ばしてね、ここまで買い物に来る方も結構多いですね。はい、そういう、まあ、充実度の、高い、いろんないいものが置いている。アナムグルメマーケットっていうのは、そういうね、はい、スーパーマーケットでもあるんですよね、専門店。はい、ちょっと向こうにもフレーザーが見えてきましたね。わかりますかね、この道をずっと行くんですよ。今、どうでしょう、歩き始めて、
5分経ったか、3分、4分、5分、もうそろそろ5分かなっていう感じでしょうか。私の足でゆっくり歩いてます。はい、もう道はね、こんな道。どうでしょうね、もうすごく説明するのが微妙なんですよね。はい、きちっとしたね、こう歩道と車道がスカッと分かれてて、でもうきちっとこのなんか歩道もゆったりと凸凹なしで歩けるかというとそうではない。もうこんな感じです。凸凹凸凹します。どうしても車道の一番端を歩くしかないのかなっていう感じではなるんですけど、ただ車の通りはね、はい、こんな感じです。まあところどころでローカルのお店が果物を売ってたりとか、まあ、するんですけどもね、よく見かける光景なんですけど、はい、こんな感じなんですよね。これで歩けるかなっていうところ、これはね、なんていうかその一緒に手を連れて握ってこう一緒に歩いていただくお子様のね年齢とかにもよるでしょうし、あ、だからまあそのこの動画を見て、あ、いけるかなと思えば、はい、ぜひまあその行ってほしいというかね、まあ今はデリバリーもねしっかりやってるので、まあ店まで行って買ったものを持ってね、はい、歩かなきゃいけないっていうわけでもないんですよ。もうこのコロナの、はい、状況でグラブのバイクとかそういうデリバリーをね、たとえ短い間でもさっとこうやってくれる、そういうサービスがかなり充実してるので、まあここ歩いて毎回毎回行かなきゃいけないっていうわけでもないんじゃないかなと思うんですよね。はい、もう少しですね、ここがもうフレーザーですので、はい、この中なんでこの道まっすぐ行けばいいんですよね。はい、なんでまあスマホでねそういう予約するサイトもちゃんとあってね、もう白菜一つ一束、人参から玉ねぎからってそんな細かいオーダーで持ってきてくださいっていうようなサービスがもう充実してるっていうことです。なんでまああまりこの歩けるかどうかっていうところにそんなに執着しなくてもいいんじゃないかなとは思います。はい、そういうサービスがコロナを機会にものすごく充実して、コロナ禍とはいえこれが逆にねコロナによる、まあ、メリットというかねいうところかなと思います。はい、フレーザーのね館内に行く、もしくはここ曲がったらそこラッフルズメディカルなんですよ。ラッフルですね。はい、健康診断だったりちょっとお子様熱出たよっていうとここ曲がっていけばラッフルズです。この敷地から向こうがフレーザースイートの、まあ、敷地になるんですよね。はい、でシリアナショッピングセンターはもうちょっと歩いて右に曲がるんですよね。はい、そこがスワンジュー通りっていうね、まあ、一応太古の東南エリアでは一応目抜き通りにはなるんですけど、今拡張工事をしてましてね、道車幅道幅をねこう太く広げてるんですけど、はい、ここまで歩いてきます。ここまでねちょっとしたまあちょっと運動がてらというか歩いていただけるとあいいんですけど、もうタクシーでっていうとちょっとね、なんていうんかな、タクシーで行くほどの距離でもないんですよね。まあだから実際にタクシー使ってますかって聞くと歩いてますっていう方が多いみたいなんですよ。いちいちねこんな至近距離でタクシーは動かないのかなとかね、ちょっとそこら辺はオークウッドにお住まいになってらっしゃる方がタクシーを実際使うときに中でねタクシー待ってるんでね、近場でも行ってくれっていう話はしてると思うんですよね。まあへそ曲がりなドライバーがいれば嫌だっていうやつもいるかもしれませんけど、まあそれタクシーでも行ってくれるとは思うんですけど、まあ行きはね歩いて帰りは荷物があるんでフレーザーからタクシー乗って帰るとか、まあ片道だけ行くとかね、はい、ものの車だったらもうタクシーだったら 2,3 分で着くような距離ですけども、はい、今歩いてます。はい、これがスワンジュー通り、ね、もう見えてきましたね。はい、右側ここにスカーッと広がってるのがフレーザースイートの敷地の中にあるシレーナショッピングセンターです。ここです。はい、ここまでです。はい、ここから入ったあとはもう安全ですよね。フレーザースイート、フレーザースイートハンド。はい、今こちらがタワー A、 もともとのフレーザーね、その向こうにタワー B っていうね新しいのが
最近できました。今もう内装をねやってる最中でもうすぐ引き渡しになると思うんですけど、はい、弊社のお客様ももうご予約されて今完成を待ってる、こちらに住みながら、はい、タワー B の完成竣工を待ってるっていう状態ですね。はい、ここの中に入ってるのがねもういろんな、まあ、ハイランズコーヒーもそうですけど、はい、寿司バーっていうね日本食レストランから、うん、何でしょうかねピザのお店とかね、あと大山ラーメンさんっていうね、はい、日本の、はい、美味しい、まあ、日本の方は手放してしまったんですけどそれを受け継いで別の日本の方がやってるのかな、はい、美味しいあの味噌ラーメン、ね、北海道の味噌ラーメンあるとか、2階に上がるとビビマートですね、はい、それとシレーナショッピングセンターが1階と2階に入ってる、かなりの充実度。またねちょっとあの内装も一掃されたんでビデオを入れてね許可を得て撮りたいなと思うんですけど、はい、こんな感じ。今はね、お今はタクシー止まってないね、いつもこの辺タクシー止まりなんですけどね、はい、ここからあのあそこに座ってる方にタクシー呼んでくれって話をすれば多分あのなんかトランシーバーでおやおやって喋るとタクシーが来るんですよね、そういうシステムになっています。はい、まあおそらくオークウッドまで行ってくれるんじゃないかなと思いますけどね、はい、まあ歩いてもすぐこんな感じです。どうでしょう、10分15分、奥様の足で子供さんの手を添えてであれば15分かかるかなっていう感じでしょうかね。はい、いかがでしょうかね。はい、オークウッドレジデンスから、フレーザースイートの中に入っているシレーナショッピングセンター、はい、体育の当該エリアでは一番大きなショッピングモールですね。はい、そこで、そこまで行く、まあ、道すがらの、感じをねお伝えしました。はい、またここに来ればねここのフレーザーの中にロンビエンにありますねイオンモール行きの無料バスが止まってるんですよ。1日に何便って決まってましたね。はい、で それに乗って、ここでまた帰ってきてで今の道を歩いてオークウッドまで帰るっていうね、そういう路線もここにはありますから、まあ、やっぱフレーザーっていうといろんなものの起点になってるんでね、はい、そういうサービスを利用するためにちょっと歩いていただくと向こうにねかすかにオークウッドが見えてますよね。まあ、こうやって見たらもうすぐ目の前なんですけどちょっとぐるーっと迂回しないといけないもんですからその分ちょっと時間がかかるかなという感じです。いかがでしょうかね。はい、ご参考にしていただけたらと思います。以上でポッド終わります。